土壌と金魚、小川未明。ある日、子供がガラスの瓶を手に持って、金魚欲しいと言って泣いていました。すると、通りかかった土壌売りのおじいさんが、その瓶の中へ土壌を二匹入れてくれました。子供は喜んで、 瓶に顔を押し付けるようにして眺めると、髭を生やして滑稽な顔に見える土壌は、ぼちゃん、あの綺麗な馬鹿しで脳のない金魚よりは、私の方がよっぽどいいのですよ。一つ踊ってみせましょうか。と言って、一匹の土壌は、 瓶の底から水の上までもんどりを打って、滑稽な顔を表面へ出し、また瓶の底に沈みました。子供は、今まで土壌を馬鹿にしていたのは、全く自分の考えが足りなかったんだと知りました。金魚よりか愛嬌があるし、踊りもするし、ずっと面白いや。 子供は瓶を持ち歩いて友達に吹いちょうしたのです金魚を持っている子供は笑って「そんな土壌なんかなんだいこの金魚は高いのだぜ」と言って相手にしませんでした坊っちゃん悲しむことはありませんまあ見ていてごらんなさい と土壌は言いましたじめじめした嫌な天気が続きました生活力の乏しい金魚はみんな弱ってしまったけれど土壌は元気でしたそしていつでも愛嬌のある顔をして変わる変わる瓶の中で踊っていました